売れるかどうかがどんな本なのかっていうところを、筑波大学教育学類3年次の渡辺幸喜と申します。はい、簡単に自己紹介をお願いします。はい、筑波大学教育学類4年生の渡辺幸喜と言います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いつも面接とかでもお世話になってて、そんな枠くんに今日は一日密着したいと思います。お願いします。今はどこに来たんですか？はい、ここは国際展示場駅という場所に来ています。どんな目的で来たんですか？午前中に内定先の社員訪問があるんですけど、ちょうどそこの最寄り駅がここになるので来ました。じゃあそれに続けて1日のスケジュールも教えてください。はい、せっかく東京に来たので社員訪問をした後は卒論関連で、情報収集をしとある施設に行こうかなと思います。その後は24卒の就活生とちょっと相談に乗りつつお話をしたいなと思ってまして、で、帰り道に来年新しく住むことになる場所にちょっと行ってみて、どういった場所かなっていうのをちょっと散策しようかなと思ってます。おー、一緒に楽しみましょう。お願いします。一日よろしくお願いします。お願いします。オフィスにはもう来たことあるの？1回だけ行ったことがあるかな。なんか内定承諾の時に実際にオフィスに行かせてくださいってお願いして、で直接内定を承諾しに行きました。自分から？なんか最終面接が対面かオンラインか選べるみたいな感じで、ちょうどその日ちょっと予定があってオンラインで最終面接お願いしちゃってたから、さすがにオフィスに行かずに内定承諾するのもちょっとなんか嫌だなって実際に行ってみて、その上で内定承諾させていただいたっていう感じだね。なるほど。今何してるの？今は社員訪問今からあるので、どんなこと聞こうかなっていうのを求めてます。なんかどういうことを重視して聞こうみたいなのってワク君の中ではあったりする？仕事以外なので、どんなとこに住んでるのかとか、どういう休日を過ごしてるのかとか、なんかそういったことを聞こうかなと思ってます。緊張してる？緊張してます。ここで働くって考えるとなんかワクワクするね。そうだね、すごいなんかおしゃれな雰囲気のとこだから楽しみだね。そうだね。どうですか？はい、そうですね、せっかくお時間いただいているので、たくさんお話をお聞きしたいなと思います。はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。いざ働いてみるって考えて、どういった場所に住んでいる方が多いのかなっていうところやったりとか、休日ってどういう過ごし方をされている人が多いのかなとか、212の子たちは千葉とか埼玉とか、その辺に住んでいる子たちが多いかな。セビックスさんのカフェスペースに来たんだけど、いいですよね。ここ休憩するときに使う、休憩と、あとは上司と会話するときと、チームでミーティング、なんかホワイトボードとか。いろんな働き方ができますよね。そうだね。自分で一回働き方で働けるのっていいですよね。どう、なんか入社してなんかやってみたいこととか、セルベリックスさんに期待していることを少し伺えればなというふうに思います。はい、そうですね、セルベリックスの社員さんは本当に素晴らしい方たくさんいらっしゃるので本当にそういった方々からノウハウとか知識とかいろいろたくさん吸収して自分もそういった素晴らしい人になりたいなと思います。おー、久賀さんにお伺いしたいんですけど、はい、このインターンから渡辺君を見てきて、はい、どういう印象を持たれました？優秀ですね。すごい賢い、思考力高い子だけでもダメだし、めちゃくちゃこうエモい方に振り切ってる子でもダメで、やっぱりこうコンサルタントとして営業のシーンをやっているので、論理と感情のバランスが取れている子っていうのが仲間に迎え入れたいなと思うんですけど、もうドンピシャで。おどう？嬉しいですね。まあ何度聞いても飽きないので何度でも、それに見合った活躍ができるようにちょっと緊張するんですけど、頑張ります。応援してます。頑張ってください。どうだった？いや、なんか
緊張してたんですけど、うん、話してるとやっぱりすごくいい方なんで、うんうんうん、なんか緊張もぐれてたくさん、ね、本当にいろんな話を聞けました。よかったです。よかった。おめでとうございます。この後のご予定は、なんか新宿にあるプライドハウス東京レガシーというあの LGBTQ とか、うん、そういった性的マイノリティの情報を発信している場所とか、うんうん、交流とかしているようなところに行こうかなと思ってます、はい、お卒論でそういうテーマ扱うんだっけ。そうですね、なんかそういうマイノリティの子どもたちの居場所作りをしている団体にインタビューをしようかなと思っていて、そこの情報をちょっと収集しようかなと思ってます。はい、じゃあ行ってらっしゃい。行ってきます。何するんですか、これから。せっかく東京に来たので24卒 の就活生とちょっと対面でお話をしようかなと思ってます、うん、おこれはどういうきっかけで就活相談するようになったの。僕がもともとそういった就活の支援サービスインティっていうサービスなんですけど、うんまあ、そういったサービスとかでいろいろ就活相談を受けていたので、それを受けた分をちゃんと後輩に還元していきたいなっていうのでやってます。いい先輩だ。参考になるかは分かんないんですけどリラックス程度にお話できたらいいなくらいで考えてます、うん、今日はね、旬代理メンバーの豊田くんとお話ししていただけるということでお願いします。お願いします。楽しみにしてます。今はミュージカルサークルの活動をしています、うん、今回の講演のテーマにセクシャルマイノリティというか、そういったジェンダーとかセクシャリティっていうところがテーマになっているので、そういった情報を収集した時間があったと思うんですけど、そこで得た情報をちょっとサークルのメンバーに共有したいなっていうふうに思って今まとめてます。そうだね、確かに結構驚かれたりするんだけど、僕はもう卒業までやる予定です。うーん、まだまだ忙しい日が続きますね。そうですね、まあちょっと最後の1年間楽しもうと思います。じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。今は、まあ、それこそ卒論とかちょうど今そろそろ書き始めてるような段階なので、いろいろ情報収集したりとか文献読んだりっていうのと、あとは3年生で就活結構力入れたいなと思って少し授業を少なめに取ってったので、4年生もちょっと前期は授業を取らなきゃいけないので、まあ、授業も進めつつ卒論も進めつつサークルもやりつつっていう感じの生活をしてます。あとはさっき24卒の人と話をしてたんですけど、そういった形でこれまでお世話になった分何かした還元できたらいいなっていうふうに思って、24卒の人とかにちょっとお話を聞いたりとか、なんか壁打ち相手にしてくださいって感じでもういろいろ相談乗ったりはしてますね。ねー、優しいね普通に就活終わった今も結構じゃ忙しいんだね。そうだね、なんかむしろ今の方が忙しいかもしれないそもそも就活っていつ頃から始めたの。就活はだいたい3年生の4月とか、3年生になったら始めたって感じだね。結構早いよね。そうだね、そう、ただまあ早いんだけど、まあ、自発的に始めたっていうよりはエンカレッジとか、さっき紹介したインティっていう就活支援系のサービスっていうのの案内がちょうど4月に来たから、
そこで登録して始めたっていうのがきっかけかな。本当に大学内で何かそういう情報共有っていうのは、まあ、エンカレッジくらいかなっていうので、まあ、基本的にはそれこそ旬ダイアリーの動画とかはもう1年生とかから見てた気がするんで、それでずっと情報を集めてましたね。やるべきこと、まあ、一回言ってるんだけど、あの本当に嘘ついた自分でマッチしたとしても、ちょうど社員訪問の時に